はい、どうも、タクタクです。ユッピーサイコやっていきたいと思います。なんか、ヤッピーサイコじゃなくてユッピーサイコかもしれないというね、そういう声を聞きましたので、どっちが正解ですかね。まあ、それはともかくですね、前回、手に入れた、何回 ?8 回か。8回の、なんか墓地の鍵ですか。今日はそれを使いに行きます。よしよしよし。ここですね。多分、ここで、キーアイテムだから、これなのかな？これを、待って、これ普通に使えばいいだけ。後悔しそう。墓地に入る鍵を使った。セーブしてるから、大丈夫だよ。うわ！袋。何？見覚えのある袋だ。ん？なんだっけ、あれ。確かになんか見覚えがあるような気もするの。ここ何があるの？あ、これ調べてみましょう。シントラ一家の墓のはずだけど、知らない名前がある。ほう。ほんほん。これ何をすればいいんだろうね。この中入れんのかな？ドアに鍵がかかっている。でも、下に何かあるぞ。うわ、怖っ。あ、さっきのフクロウにもあんなんついてたぞ、多分。フクロウどこ行った？あのフクロウを、なんとかしろってことなんじゃないの？暗いなぁ。こっち行ける？あ、なんか置いてあるぞ。あ、ビデオクラブミステリオ。用紙という VHS テープ。用紙ね。用紙あんまいい方じゃないですからね、ダクタクさんは。自虐。こっち行ける？暗いよ。で、なんかさっきのフクロウもいないし、これは？ダメ。これもダメ。入れたけど、入れたよ。いや、入れたんだけど、おー、いた！あ、おー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 。これどうすりゃいいんだ？これどうすりゃいいんだろう。なんかあるかな？これで、照らすとか。ふっ！違うか。あ、逃げちゃう。どこ行くの？こいつ意味あんの？あ、水飲んでる。うわぁ。なんだなんだ。あ、待てよ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 。待てよ。俺ちょっと今見えたんだけど。これさ、今ここ水飲んでたよね、あいつね。さっきの子はここから水を飲んでいた。例えばよ。これ、いい？睡眠薬。即効性のこれを、ここで使ってみるっていうのはどう？フクロウといえども寝るでしょ、多分。もし睡眠薬を混ぜたら。お。で、これで、フクロウを誘導すればいいんじゃない？お。お。はい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 。まずこっちに行った。はい、移動します。こっち上から。なんで？あ、いた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 。で、そこで水を飲ませると、あ、眠い眠い眠い、あ、眠い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 。はい、捕まえた。爆睡している。取れ取れ取れ。近くで見ると片方の目がガラスみたい。取ろう。ガラスの目を手に入れた。ごめん、袋さん。どんな顔してんの？やったぜ。で、これを、はい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 。ここが気持ち悪いの。ここに、使う。ここにあんのかな、シントラの。あ、これっぽいね。最愛なるレイ・シントラ。1961年、1972年、11歳の年で。ここに手がかりなさそう。それじゃあ、でも、墓の蓋を開けてみようか。なんてことだ。僕は何を考えてるんだ。仕事の初日に神聖なる墓を汚すなんて。ちょっと一回待とう。この写真見よう。かわいいねー。レイちゃん。こっちはお父さん。こっちはお父さんで。あ、ジョアン・シントラ。シューリン。あ、こっちがお母さん。まあ、開けましょうか。ごめんね、レイ。ごめんよ、ごめんよ。お。何も入ってない。遺体がない。何かが光っている。鈴をいくつか手に入れた。
子供のものかな。できるだけ早く僕のオフィスに戻ってシントラに状況を報告したよ。したいかな。この子の髪飾りだったやつですね。髪飾りとかリボンについてた鈴みたい。さあ、行くぞ。なんか途中で襲われそうな気もするんだが大丈夫かな。あそこは大丈夫なんだ。ずっとあいつタバコ吸ってんな。よし。シントラが戻ってきてくれていることを願おう。うわ、出た。ロストフ。パスタなく、こんなところで会うなんて。私は食堂に行くところなの。誕生日パーティーの準備を手伝ってくれない？誕生日って？ヒューゴの誕生日よ。ああ、悪いけどできないんだ。オフィスに戻らないといけなくて。でもみんな食堂にいるのよ。手伝ってくれないの？無理なんだ。早くオフィスに戻らないといけないんだ。どうしてそんなに慌てているの？蜂の巣の、あの可愛い女の子もいるのよ。ケイトのこと？名前は知らないけど、あなたのことを尋ねてきたわ。でも忙しいなら、はあ、わかった。すぐ行けよ。でも少しの間だけだよ。ヒューゴの誕生日。ちょ、スケットを連れてきたわ。他でもないパースニップよ。なんか加えさせられてないあの人、お姉さんに。どういう状況ですか、それ。手伝ってるんじゃなかったの？マローンさん。なるほど。さあ行きましょう。え？私を味わうね。じゃあね。どういうこと？オフィスラブ的なこと。あ、ソウさんもちゃんと。パスタなく、あなたも捕まっていたの。うん、でもここに長くいられない。オフィスに戻らなきゃ。どうして？ああ、新しい情報を入手したのね。その通り。あら、教えて。シントラ一家には娘がいたんだ。レイ・シントラだ。聞いたことがある名前だわ。死んじゃったのよね。それがね、シントラ家の墓に行ってみたけど、彼女の、棺は空っぽだった。この謎を解く鍵は彼女だと思う。勤務時間に神聖な箱を汚すなんて、ブライアン、あなたはヒーローよ。頼りにして、どうしてほしい？オフィスに戻らないといけないんだけど、ロストフの気をそらせる？ええ、スパイっぽいことを考えておくわ。その間、動いてるふりをした方がいいよね。OK。ケイトちゃんはどこに行ったんですかね。ケイト。あいつ、タバコ吸ってるぞ。あ、ケイトここにいますね、多分。いや、ケイト、気分はどう？あら、そうね、だいぶ良くなったわ。ありがとう。毒食らってましたからね。ここで何をしているの？君も、巻き込まれたの？あなたにコーヒーをおごるつもりできたら、ヒューゴの誕生日だって聞いて。コーヒーか、すっかり忘れてた。おかげでケーキと一緒にいただけるわ、ふふふ。僕は、なんでここに来たんだろう。オフィスにいるべきなのに。それに、正直なところ、ヒューゴは苦手なんだ。そんなこと言わないで、ブライアン。職場の絆はとても大切よ。特に同僚との絆はね。チームとして働くことはいいことだし、そう思わない？そうかもね。今はグラスを洗っているの。終わったら呼ぶからテーブルに並べるの手伝ってくれる？もちろん。出た。そして金髪の。チャップマン、ここで何をしてるの？田舎者向けのパーティーで何しているのかって？俺だって知り合いはいるさ。田舎者、スピーカーシステムから2階でパーティーが開かれると聞こえたんだ。ここに来るまではいい考えに思えたんだが、なぜみんな働いているんだ？カクテルやドラッグはどこだ？パーティーなんだろう？ドラッグはやべえだろう。パーティーはまだ始まっていない。準備中だよ。お祝いの前に準備しておかないと。何を言っているんだ？俺はあのセクシーな赤髪をナンパしてこようと思う。ここに来てからずっと俺のことを見ている。ああいう感じに縛られてしまいます。マローンさんに多分。ははは、なんとだいだな。マローン、彼女はなんだ？そうだね。行ってきたらいいよ。お前の許可などいらない仲間の。ということだ。この人話しかけました。何か手伝おうか。風船に空気を入れているから、後で飾ってちょうだい。はい。もう行っていいんじゃないのこれ。ダメなんかな。パスタなく風船ができたら飾ってくれる？もちろん。じゃあ飾ればいいんですか？風船を5個。食堂内にあるピンク色の台に乗せて。あ、はい。あ、これか。はい。これに風船を。はい。あ、プレゼントあさってるあの人。ヒューゴは来ないね。これ何？ケーキ？これパンに見えるけど。食べちゃダメ。パスタなく。そのパンは後で必要になる。はーい。ちょっとぐらいいいよね。
え？ OK？ これは直さんの誰もこれは。お金が最近でも増えてきたんじゃないこれ。あ、でもまだ増えない。早く1万クレジットくんねえかな。全然買えないよ、ね、いろんなものが。あと2箇所だね。どうした？そうさ。しまった。どうしましょう。どうしたの？すっかり忘れちゃった。プレゼントオフィスに忘れてきちゃった。プレゼントならテーブルの上にあるじゃないの。そうね。でも私が自分で買った特別なプレゼントがあるの。じゃあ急いで持ってきて。それが、一人じゃ運べないの。180キロもあるから。そ、なにそれ？ファサナ君、あなたは強そう。だから手伝ってくれる？ああ、もちろんいいよ。待って、私が行く。パサーナックは風船の飾り付けで忙しいの。ああ、思い出した。そういえばそんなプレゼントはなかったんだ。どんな下手な嘘だよ、ソーさん。ここは？はい、終わった。グラスを洗い、終わったわ。誰か並べてくれる？今行く。すごい、着実にと、に、あれですね、準備が整えられてますね。はい、グラスを5個。私がお皿洗いをしている間に、これを大きいテーブルに置いて、お皿洗いをね。ここに、これを使う。おぉ。で、次は、お皿かな？この隙に脱出すればいいのかな？基本的に俺とケイトとあのおばちゃんしか働いてないな、ここ。これいけんのかな？ちょっとあなた逃げられると思っちゃダメよ。すごい。とりあえず風船は終わったぜ。ちょっとだけ抜けてもいいかな？絶対にダメよ！手伝わないとパーティーの準備を手伝わなかったとヒューゴに言っちゃうわよ。それはめんどくせえな。このマローンちょっと話しかけてみましょう。他の人は？この人話しかけられない。めっちゃ漁ってるやん、この人。捜査にちょっと話しかけてみましょう。ここから僕が出られる方法を何か思いついた？まだ考え中よ。もう一回、チャップマンに話しかけてみましょうか。ケイトの皿洗いが終わらんな。あ、待ってよ。もう一回調べるの、ここ。あ、違う。特に。あ、コップをもう一箇所こっちに並べなきゃダメだったの。はいはいはい。これでいいのかな。はい、皿洗い終わりまして。ブライアン？パスターナック？それがあなたのファストネームなの？うん、郊外ではファストネームを使うんだ。私の名前はイリナよ。イリナ・ロスト。綺麗な名前。私はキャサリン・ヒックスだけど、ケイトって呼んで。マータ、私はマータ・ソーサ。私はジェナで、ジェナ・イテザよ。チャップマンは、なんだ、ここは田舎か？チャップマン、君の名前は？父と同じアンソニーだ。家族にはトニー・ジュニアと呼ばれている。僕は、さあ、おしゃべりはそこかわいそう。ヒューが来る前に準備を終わらせなきゃ。ああ。モブは答える権利もないと。さあ。ああ。どうした今度は。あ、甘いものはキャンドルが乗った甘いもの。ケーキのこと？そう、パサーナク。あなたケーキに詳しそうだからケーキを取りに行ったら？その必要はないわよ。ケーキは他の人が持ってきてくれるわ。そうさ、なかなか気が利かないですよ。使う。で、もう一回こっちでも。結局は、はい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 。ほとんど10秒すると。チーズサンドイッチを作ってちょうだい。パスタナック。教えるからこっちに来て。はい、ちょっと。ないないない。じゃあ、操作の方行ってみましょう。何か思いついた？状況を分析した結果、ここでの最大の敵はロストフだわ。私の社交術を使って彼女の目をそらすから、その間に逃げて。いいアイディアだね。おいっと。
社交術ってないや。親しい同僚のロストフさん、食べるのが好きって聞いたんだけど、誰がそんなことを。私は大食いとでも、そういうつもりじゃ。つまりあなたの絶品料理は会社で評判だから。チキンとお魚のレシピを書いてもらえる？なるほど、もちろんよ。私は伝統レシピを使うの、教えてあげるからこっちに来なさい。あなたは食生活を改善しないと。この隙にチャンスだ。さらばじゃ。なかなか時間がかかるの。早く早く早く来てよ。着いた。あ、おっと失礼。スペーダー誰？いやー、みんな間に合ったかな。男の人ですかこれは。スペーダーはケーキね、ちょうどいいタイミングよ。スペーダー、テーブルの上に置いて。ファサなく見張っているからね。なんだよ、結局出られずじまいか。うん、さてどう、何を手伝おうか。チーズサンドイッチとパン、パンチを作らなくちゃ。パン、ん？パンチってなんだ。でもほとんど時間がないの。ヒューゴはすぐにでも来ちゃうわ。それなら急ごう。俺も手伝おう。急にチャップマンが。はじめまして、スペーダーさん。私はチャップマンだ。トニーチャップマンの息子だ。彼をご存知かもしれないが。はじめまして。じゃあチームに分かれてパンチとサンドイッチを作り始めようか。パンチって何？フルーツパンチ、ポンチ。ねえ、君、名前が分からなくて悪いが、手を貸してくれないか。僕のこと？当たり前だろう。さっさと働、動いて少しは働いたらどうだ、この怠け者め。一番働いてるからね、俺が。チャップマン、落ち着いて。荒い言葉遣いは不要だ。みんな仲間だろ？わかった。申し訳ない、パスタなく。私はパンチを作るから、君たちは二人でサンドイッチを作ってくれるかい？素晴らしいアイデアだ。おい、お前、サンドイッチの作り方を教えてくれるか。材料を入れてボタンを押すんだ。それで材料はどこだ。チーズは冷蔵庫の中で、パンはテーブルの上にある。待ってこいよ、相棒。おう、チーズ、おお、チーズ10枚。で、パンも、おお、20切れ。まあ、サンドイッチだからね。そういうことだよね。今来た人は誰？彼は確か9階で働く人よ。きっと会社の役員ね。あの人、なんだか気味が悪いの。純粋でひねくれ者みたいな。9階の役員なんだ、この人は。なんか会議室みたいなのありましたよね、9階に。材料持ってきたよ。よし、シェフの仕事ぶりを見ろ。どうせ焦がすんだろう。あ、誰でもできるか。出来上がり、ほらどうだ、いい匂いだろう。焦げたチーズサンドイッチをいくつか手に入れた。やっぱ焦げたのかい。全部焦げているよ。俺のこだわりだ。急いでテーブルに並べて、ヒューがもうすぐ来る。焦げたサンドイッチを食らわせてやる。二度とあいつには仕事を任せられないな、これは。オッケー。あ、もう時間よ。電気を消して。Happy birthday to you。 おい、誰かいるの？誕生日おめでとう。死にそう。わあ、ありがとう。みんなは最高の仲間だ。さあ、パーティーを始めましょう。Happy birthday to you。 ケーキがとても美味しい。食べてみた？ねえ、ロストフ、もう行かなきゃ。好きにしなさい。もう手伝ったし、十分ここにいたよ。もう帰っていいよね。言い訳は結構。職場仲間との約束をすっぽかしたいのね。なんだよ。他にも誰か来るぞ。あ、ドシだ。ドシ。ドシドシドシ。ドシドシドシ。どうした、みんな崇拝してるぞ。電気を消してパーッと行くぞ。なになになに。おお。どういうこと？ケミカルライト。お。これ、あれじゃないですか。オタゲーじゃないですか、これ。ドシはパフォーマーなんだね。パンチが美味しすぎると思わない？ああ、言われてみれば。いたずら好きなスペーダーが何か秘密の材料を入れたのね。
パンチってなんだ。俺もパンチ食べたいよ。これかな。ケーキ食べれないのかな。ドシがすごいことになってんだけど。あ、ケイトノリノリなんだけど。大丈夫？すごく楽しいわ。あなたの同僚って面白いのね。それにパンチが効いてるみたい。かなり美味しいよね。もう2杯も飲んじゃった。やっぱパンチってなんかお酒か？もしかしたら。ねえブライアン、また言うけどこの前はすっぽかしちゃってごめんね。初めての仕事は想像したほど素晴らしくないかもしれないし、あなたが言ってたように辞めて他の会社で働く方がいいのかもしれない。でもすぐに諦めるのは嫌なの。大丈夫、わかるよ。ありがとうブライアン。まだ会ったばかりなのにとても優しくしてくれた。都会ではあまり、ないことよ。最近は自分のことしか考える人がいなくて、君は僕を助けてくれた。そんな困らせただけだわ。いや本当だよ。君の隠密術がなければ長くは持たなかったよ。それに実のところ君を助けると僕の仕事もはかどるんだ。そうなの？そういえばあなたの仕事が何かまだ聞いていなかったわね。私に手伝えることはある？特に何も。普通の事務作業だよ。これで手伝えることはないの？それで手伝えることはないの？まあ一つあるんだけど。でもいいや、くだらないことだから。何？教えてよ。馬に乗った狂った男の人を覚えている？ええ、覚えているわ。彼は自己啓発コンサルタントか何かなんだ。さっきのミーティングでは友達を作る任務を与えられたんだ。いいわね。新人の頃は同僚と仲良くするのって大事よ。そうだね。それで何を困ってるの？新しい友達はできたの？だから君になってもらえるかなって。私が？友達に？うん、でも無理しなくていいから。何を言っているの？もちろん友達よ。唐突なチュウ。友達ってチュウするんですか？あっちでは。俺もあっちに住もうかな。ありがとう。真っ赤っかやもん。耳まで真っ赤っかやもん。もう少しパンチを飲もうかな。喉が渇いちゃった。チュウします？普通。あ、酔いが回るぞ。大丈夫？ふぅ。あ、引いてた。一気に飲んじゃダメよ。アルコールを飲みすぎたら気持ちが悪くなるわよ。どういうこと？パンチにアルコールって入ってるの？ふふふふふ。ブライアン、私ちょっとスッキリしたいから新鮮な空気を吸ってくるわ。僕も行く。案内図で見たら屋上に行けるみたいなんだ。そこなら新鮮な空気吸えるよ。そうね、眺めも素晴らしいみたいよ。おい、パスタンナック、話がある。ケイト、待っててすぐ戻るから。うん、わかった。酔っ払ってんなこれ。ねえヒューゴ、悪いけどもう行かないと。パンチを気に入ってるようだな、パーサーナック。それで君と話したかったんだ。いや、謝りたいんだ。僕はバカだった。魔女のことだよ。君が初日から巻き込まれないように隠そうとしたんだ。でももっと早く警告すべきだった。それだけじゃない。さっきオフィスで嫌な態度を取ってしまって悪かった。君が月間優秀社員、あ、なんか鬼みたいのいるぞ、に選ばれてイラッとしたんだ。僕は競争意識が高すぎるんだ。でも君に頑張ってほしい。頑張ってって？当たり前だろ、僕たちは仲間だし。いい加減にしてよヒューゴ、見え見えなんだよ。どういうこと？ゲロゲロ。意味がわからないパスターナック、全くとぼけないでよ。僕が入社した時からずっと僕を殺そうとしてきたくせに。バカげた衣装を着て。それにそういえば君が出す音だけど、あれはカエルよりアヒルっぽいから。君だってみんな知ってるんだよ。それにみんな君のことが嫌いなんだ。パーティーに来たのは君のことを恐れてるから。理由はそれだけ。君はもう飲まない方がいいんじゃないかな。僕にあれこれ言わないで。君は僕のことを何も分かってないんだから。プレゼントの時間よ。テーブルを動かしましょう。何のプレゼントだろう。ネクタイだ。でもどうやって使うの？ははは。は、誰もこっちを見てない。ケイト、行こう。ええ、行きましょう。みんな本当にありがとう。素晴らしい誕生日パーティーを準備してくれてとても感謝しているよ。うん。
でも心の底では主役の気がしないんだ。打ち切り控えめの人だから本人は何も言わなかったけど、ここにとても大事な任務を背負っている人がいるんだ。その任務はなんと魔女を殺すこと。同僚であり友人であるその人はブライアン・パスターナックだ。あいつなんてことを。ほら恥ずかしがらないで、こっちに来いよ。いや僕は上手に隠してたね。実演してみたらどうだ。みんなも見たいよね。実演って何の。魔女の殺し方さ。魔女役をやりたい人。はーい。マローン君、マローン君はダメだ。ケイト、魔女役をやらない。私にできるか。簡単だから、ただここに座るだけでも。大丈夫、誰も強引なんか強制なんかしない。健全な職場を作るためのアクティビティに参加したくないならそれでもいい、うん、よしさ、君の出番だ。パスターナック、やりたくない。恥ずかしいのか。ほら僕の誕生日なんだからやってみせてよ。それとも郊外民はそんなに迷信深いのか。ははは。はパスターナック、君はどうやって魔女を殺すんだい。杭、銀の弾丸。違う違う、特別なナイフだ。ほう、じゃあリアルに見せるためにナイフを使おうか。もちろんプラスチックのものをね、本物じゃなくて。プラスチックナイフを一本手に入れた。嫌な予感がする。大丈夫、ただの遊びだから。さあパスターナック、どうやるんだ。心臓にナイフを刺すのか。いや、頭を切り落とすんだ。あ、大丈夫なんこれ。ハンターを見つけた。やば。みんな、どうなっているの？血が出てる。し、これ誰？チャップマン、大丈夫？俺のスーツから、スーツを見ろよ。父さん、俺だよ、トニーだよ。やばいか、やばいやばいやばい。みんな混乱しとる。操作は？目が。操作？怖がらないで。また、怖がらないで。彼はハンターだからもう安全。無理だよ、操作。僕には殺せない。ここから出なきゃ。操作聞いてる？彼が彼女を殺す。彼が彼女を殺す。彼が彼女を殺す。なんでこんなことに。マローン、何やってん？私はあなたの前に現れた。私はジェナ。私は愛さない。愛しなさい。やばいやばいやばい。これは誰？これは。なんか踊ってる人がいるね、ここで。あ、これ、あれか、下着になってるってことか。なんか食ってんぞ、こいつ。ケーキ美味しいわね。そう思わない？イリナ？頭から出ちゃってるよ。ドシは？ドシ大丈夫？いない。いない？俺はいないドシだ。耳が爆発しそうだ。どうなってんだ？多分魔女がここにいるんだ。なんとかしてここを出なきゃ。エレベーターは？エレベーターに行ってみよう。ケイトの姿もねえぞ。ん？なんか今一瞬。おお、なんだなんだ、うおお、これが魔女。おお、なんだ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 、え、ダメージを食らっている。マジか。どうすればいいんだこれ。うー、まずい、まずいぞ、非常にまずい。エレベーターはダメなの。うわ、エレベーターがおかしい。開か、あー嘘でしょえ、これどっから、どっからどっから、あ、こっからやらせてくれるんだ。でもはんはん、エレベーター、エレベーターおかしい。はい、聞いてよ。動かない動かない、彼女が全部操ってる。はははは。はこれやべえな。どう脱出すればいいんだ。誰か、ん、うわ、なにこれ、なにこれ、なにこれ、こいつやばいやん。どうすりゃいいの。ここから脱出できないか。開かない。どうすりゃいいんだ。ドシ行っちゃった。ドシ行ったよ今。ドシ、あ、ドシが直してくれてんのか。エレベーターをハッキングしてみるけど、お前の助けが必要。ここが暗いし、俺は手が塞がっている。手元が見えない、
るように懐中電灯を当ててほしい。ケミカルライトの方がいい。ダメだ、ワイヤーがそれぞれ違うから白い色じゃない、光じゃないと。電池をやる。 OK、 エレベーターの明かりを確認するんだ。全部点灯したら、治ったってことだ。 OK、 頑張れ、どうし。お、あとちょっと。邪魔くせえな、くるくるしてるやつ邪魔くせえな。まずいまずい。うっ、これどうすりゃいいんだ。このままじゃ殺されちゃうよ。やばいやばいやばい、もう時間の問題なんだけど。これ、おい、回復、回復薬がもうないぞ。やばいやばいやばい。これサンドイッチ作らんとダメだな。今度こそ。これなんかもしかしたら、魔女が近づいてきたら、一回移動すればなんとかダメージは軽減できるかもしれないな。今のところ順調だけどね。これ近づいてきてるって証拠なのかも、この文字が出るのは。文字というか。あ、やばい。これ近くにいるんだ。これ一回、はい、逃げる。とさっきこれ買ったので食べて、一回こっち側にちょっと行ってみましょう。移動、食べる、はい。どこにいるかがちょっと判断がつかないんですよね、場所が。多分どっかにいるとは思うんだけど。その辺にいるんだろう。ふう。これで、うわ、いる、そこに。そこにいる。うわ、やばいやばいやばい。え、なになに、なんで今俺勝手に近づいてったんだろう。今俺の意思とは無関係に近づいてったんだけど。ふう。頼むよ、どうし、早く終わらせてくれ。やばいやばい、来てる。うわ、そこにいるのか。ちょっと邪魔邪魔邪魔。逃げろ逃げろ。近いとなんかよくわかんないエフェクトが入りますね。この飲む、この人たち話しかけられないのかな。あ、近くにいるね、これね。いる、そこにいる。よし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 。でも結構距離があるから。頑張れ、ドシ。早く。早くして、ドシ。そこに来てる。ちょ、一回ダメだ。一回離れますわ。一回こっちでケミカルライトにして時間を稼ぐぞ。いけるかな。うわうわ、いる。危なかった。結構一回のダメージが重いな。うわ、何？目の前にいたのか。うわ、そんなとこにいた。やばいやばい。やばいやばいやばい。頼む、どうし。もうそろそろライフは限界なんだ。間に合え！いけるか。もう終わるぞ。よし！終わった。さあみんな、ここまでしか扉を開けられない。なんとか入れると思う。さあ行こう。お前が行け、相棒。パネルから手を離したらまた閉まってしまう。でも他のみんなは、みんなも脱出しないと。これを持って行け。どしの鍵をもらった。俺が出られなかったら全部燃やせ。壊すんだ。壊すって何よ。時間がない。あ、頭が。どし、頼むじゃあ。
何階に行きゃいいんだこれは。ええー、ちょっと一回5階に行きゃいいのか。一旦あ5。おおおお、何その攻撃、危ないよ、危ないって。どこに行こうとしてるのこれ、危ない。一番上まで行くつもりかこれ。ダメ。あ、なんか何どうなった、どうなってんの、危ないよー、これ危ない、どうなってんのうわ、なんか上にいるよ、腕につかまって、誰この人、スラムダンクの人じゃないの。ロープを握って目を閉じるんだ、マーシャル。エレベーターが落ちた。今の音は、そろそろ目を開けてもいい？もう限界だよ。やべえ、死ぬ。ああ、落ち着け、ブライアン。君ならできる。簡単なことだ。こっちに向かって登ってくるのは一体なんだ？やば。うねうね。早くここから出なくちゃ。どうすりゃいいの、これ。どうすればいいのこれ。あ、そういうこと。はしご。はしごか。はしご。オッケー。急げ。で、ここで、多分、こういうことじゃないの？うん。いや、ヒューゴももう絶対許さん。この状況を起こしたのあいつでしょ？あの野郎。ファサナクさん、私についてきてください。あなたの評価が始まります。え？急いでください。彼女に追われています。どういうことだ？ちょっと待って。早すぎるよ。ん？どっち？こっちではなさそうだが。あ、でもクレジットゲット。どっちだ？なんかないのかな？なんもないね。お、またなんかある。いや、なんかいるし。これ何？ダメージ入る。あいつは何だ？邪魔だな。あ、よかった。どっちが正規ルートだ、これ。こっちではなさそうだが、さっきのあの赤木先輩みたいな人どこ行った？あ、やば、これマジ来てんじゃね。水を2杯。急げー。え、誰？ここどこ？ああ来ちゃった魔女のとこ。ああ、落ち着いてください、パスワナクさん。ここは安全だ。このオフィスはあの会社の中ではありません。別の建物の中です。マジで？失礼をお許しください。自己紹介がまだでしたね。私はマーシャル。お会いできて光栄です。僕はパス、知っています、パスワナクさん。今朝ここに出勤された時から見ていました。覚えていないかもしれませんが、あなたが契約書にサインした後、エレベーターに魔女の紙を置いたのは私です。でも、あなたは一体、この場所は？私の仲間を紹介しましょう。みんな USSR の一員です。USSR。USSR！ えい。シントラ社、革命連合です。エロド組合みたいな？はい、そうです。私たちは、労使協議会で独裁的に、いやするこの冷酷な大企業からあなたの権利を守るためにいます。あ、ありがとう。あなたが体験した地獄のような出来事や、他の人たちが毎日体験してきたことをよく理解しています、パスタナクさん。だからこそ私たちに任せてほしいのです。会議を行い、この任務に必要なことを考え、問題を解決しましょう。そろそろ誰か手を貸してくれないかな。この後よろしければ、初日にあなたが感じた会社の評価を行います。わかった。このままの体勢でいいかな。お腹がちょっと痛くて。
1から5の中で答えてください。パスターナックさん、会社労働における健康対策や安全対策は利用しやすいですか？使いにくいんじゃないのこれは。1、なるほど。1から5の中で答えてください。会社の食堂にある電化製品の状態についてどう思いますか？もうこれはいいんじゃないですか？興味深い。次が重要な質問です。オフィスのトイレや化粧室は清掃され、清潔、洗浄、清浄さ及び、衛生状態の度合いを教えてください。これは一体何なの？こんな質問でどうやって僕を助けるっていうの？くそ！大変失礼しました。パスターナックさん。この評価リストは至急改正されるべきであることを理解しています。そんなリストどうでもいい。会社の中はめちゃくちゃでみんな死にかけているんだってか死んでる人いますよ。どうにかして魔女を止める方法はないの？明日には新しいジェネラルマネージャーも就任しますので、もっと助けになるかと思います。ジェネラルマネージャー？社長ってこと？はい、社長がいなくては反対することも交渉することもできません。しかし、計画がうまくいけば、今夜0時までにシントラ社に再び社長が就任します。それ誰がなるの？あなたの同僚であるヒューゴさんです。で、どうして誰が決めたの？自動システムです。会社規則にも書いてあります。会社規則によると、不当な欠席があった場合、社長は12ヶ月後に交代することができ、会社に最も長い期間勤めている社員が後任になると書かれてあります。システムは何十年も行方不明になった社員を指名し続け、今日やっと後継者にたどり着いたのです。それが他ならぬヒューゴさんです。なんてことだ。何としても避けなければならない事態だよ。どうにかできないの？申し訳ありません。ヒューゴよりもっと長く働いている社員は他にいないってこと？休暇で働いているブロンドの男は、彼の方が会社の階級は上でしょ？まだ生きていて、より長く働いていた社員は、ヒューゴの誕生日パーティーにいました。うん。そして、スペーダーさんは、社員ではありません。彼は、下請け契約の社員です。お願いだよ。絶対誰かいるはずだ。実を言いますと、この規則には例外がありますが、本日実行することは不可能です。会社規則は、会社が創設された頃に作られたため、シントラ一家の特別な相続権の印がついています。それはもし一家の血縁者が現れた場合、そのものが社長の地位に立つことができるという意味です。しかし一家が全員亡くなられてしまった今、これは不可能なのです。レイ・シントラだ。誰ですか？ここから出ないと、僕のオフィスに帰らないと。しかしパスターナックさん、修行時間終わっています。行かなきゃ、戻らなきゃ、顔色がおかしい。え？吐いた。毒的なものを。あ、違う、あれパンチじゃない、パンチ。お、目覚めるとそこは頭が痛い。ここはオフィスか？悪い夢を見てたんだ。もう少し働いて。大根、パースニップ、またヒューゴのいたずらか。しかもプラスチックナイフまで。出た。ブライアン、やめろやめろやめろ。どうしたんですかブライアン。シントラ、お願い助けて。どうしてそのナイフを使わないの？お、鬼になったよ。どういう状態？どういう状態なのこれ今。頭が、ここは僕のオフィス。ウォーターサーバーはぶちまけられ、あああああと聞こえてくる始末。ここ入れるけど、え、これどうしよう。一回ちょっとセーブしようか。セーブはできるみたいですね。はい、といったところで、じゃあ今回はこの辺で終わりましょうか。いやー、
すごい劇的な展開で何が起きたのか頭で整理できないぞなんか一気に駆け抜けたな今回は。はい、ちょっと情報処理がいつも通りだけど、それはねできないけど、とにかくこのままじゃあいつが社長になってしまうのを止めに行かなくては。はい、それではまた次回よろしくお願いします。ではまた。